笠井西君日本共産党の笠西明ですまず東京電力福島第一原発事故について質問いたします、まあ、この事故の調査を担当しました国会事故調査委員会の委員だった田中光彦氏が昨日衆参両院議長と 経済産業大臣に文書を提出されました昨年2月第一原発の現地調査を決めた国会事故庁のに対して東京電力が虚偽の説明をしてそして調査を妨害したというものでございますそこで衆議院事務総長その文書が いぶき文明衆議院議長に届いていると思うんですが、届いていますか。衆議院事務総長、鬼塚誠君。お答えいたします、えー。昨7日午前9時31分でございますが、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会、いわゆる国会事故調の元委員、田中光彦氏より、いぶき衆議院議長宛てに一通の文書がファックスで届けられました。 内容は報道にありますとおり、東京電力側の虚偽に基づく非協力姿勢により、一号機現地場建屋内の非常用複数機 IC の事故調査が行えなかった、衆議院議長に経緯の解明と現場調査の実施を求めるというものでございます。衆議院議長は国会事故庁元委員のご指摘ではございますが、国会事故庁は完結した報告書を提出しておりまして、すでに解散しております。 また、国会事故調の提言にもあります。規制当局を監視するための常設の委員会である。原子力問題調査特別委員会が設置されている現在。与野党協議に基づきまして、同委員会で取り扱う問題であるとのお考えでございます。以上でございます。えっと、今、そういう文書が届いているところでございますが。まあ、最後のところは別としてですね。この今、言われたように、極めて重大な問題で。この事故が津波。 によるものなのか、それとも地震による損傷がなかったのか、損傷がなかったのか、まあ、今もそうですけれども、事故調査をめぐって、大きな焦点となっていたこと時のことであります、国会事故庁の現地調査の責任者だった田中氏は、当時1号機4階の原子炉建屋、非常用服水機が東電の主張と違って、地震直後に壊れた可能性がある、そのことを確かめようとした。 ところが東電からの説明で真っ暗闇の現場での調査は危険であると判断しやむなくはん断念したしかしその説明はそのが明らかになったビデオ映像などによって完全な虚偽であり重大な調査妨害だったというものであります田中氏は配管破損を示唆する特定の現場状況の隠匿を図った疑いすらあるということで このような妨害行為は国会事故調査のみならず、その設置者たる国会と国民を欺くのものであり、到底許されるものではありませんと、厳しく批判をしております。そこで、茂木経済産業大臣、東電の監督官庁としてあなたにも同じ文書が届いていると思います。経済産業省には田中氏は、東京電力の虚偽説明の検証と、 現地調査の実現への協力をお願いしたいと要請されているわけでありますけれども、これにどう応えるか、虚偽の説明の検証ということになれば、その前提は、現場がその後ここ東電によって借られちゃったら、現場見ていっても意味がなくなるわけで、現場保存も大事なことでありますけれども、そのことも含めて、どのようにこの要請に応えるおつもりか、お答えください。本井議員経済産業大臣。 要請文書、昨日う7日付で届いております、東京電力が昨年2月、福島第一原発1号機の現地調査をしようとした国会事故庁に対して、1号機の内部の状態、明るさについて、事実と異なる説明を行っていたと、こういうふうに聞いております、仮に東京電力が何らかの意図を持って虚偽の説明をしたとすれば、断じて許されないことであります。 昨日、東京電力に対しまして、事実関係を明らかにする、そしてその報告をするように、そういう指示を出したところであります。またあの今後、現地等におきまして、さらなる調査が行われること,ことになる場合には、最大限協力するように、東京電力に対して指導しております。おさいかまあこ君こ、には国会事務長の報告書がございますが、膨大なものであります。でそこにに黒川清長が冒頭に書いていてます。 この大事故から9ヶ月、国民の代表である国会のもとに、憲政史上初めて政府からも事業者からも独立したこの調査委員会が、衆参両院において全会一致で議決され誕生した。このもとで6ヶ月やってきたとで。黒勝委員長言われてるんですが、先ほどの,あの議長の話との関連がありますが、この6ヶ月調査したときに幸いなことに、国政調査権を発動しなきゃいけないようなことがないと思われてやってきたと。つまり、 関係者が協力してくれたから、あえてやらなかったんだと言ったんですが、ところが協力どころか今問題になっているのは、それを妨げることを東電がやってたんじゃないかという問題であります。だからこれ本当に放置できないんです。こう、あの、黒川委員長が述べているとおり、国会事故庁というのは、国会の国政調査権を背景にして、えー、事故の調査を行う権限を持っていたものであります。従って、今回の東電の行為というのは、 国会の国政調査に対する、調査権に対する妨害行為と言わなきゃいけない、そういう性格の問題だと、極めて重大な問題であって、当然、国会として真相究明と再調査を行う、こういう対応が必要だと思います。そこで委員長、はい、国会の国政調査権に関わって、東電による虚偽の説明ということが問われております。東京電力の広瀬直美社長、うん から当時の担当者の玉井利光元企画部長の虚偽,虚偽かどうかが問われているので、党委員会への承認喚問を要求いたします。同時に、田中光彦一も党委員会として国会に招致して事情を聞くべきだと、この件について理事会で協議をお願いしたいと思います五国理事会で協議いたします。委員長長君事務総ここれまででで結構ですそこで 福島原発事故から間もなく2年であります。いまだに緊急事態宣言は解除されておらず、16万の避難者の方々が古てに戻れない。安倍総理は2月1日の参議院本会議で、収束の問題について収束していると簡単には言えないと、まあ、こう答弁されました。ならば総理は一昨年12月16日、 当時の野田市長が行った収束宣言については、政府としては撤回するということでしょうか、えー、茂木経済産業大臣。東京電力、えー、福島第一原発事故の収束宣言につきまして、一昨年十二月に、えー、前政権において原子炉の、えー、状態を、えー、定量的に 評価した上で、冷温停止状態の達成を確認したものであると、そのように認識をいたしております。現在、1号機から3号機の原子炉について、注水冷却を継続しており、原子炉の温度は約25度から45度と、低温で安定していると承知をいたしております。 一方、4号機の使用済み燃料プールについては、東京電力による技術的な評価により、十分な耐震性を有していることが示され、当時の原子力安全保安院がこれを確認したところであります。さらに、使用済み燃料プール底部の補強工事をすでに実施しております。今後も年4回の定期検査により、建屋の耐震性に関して、 建屋の傾きがないことや鉄筋コンクリートの強度が保たれていること等を確認していく予定でありますこのような同発電所の状況につきましては先の IAEA 福島閣僚会議をはじめ国際会議等の場を通じて提供情報提供を行ってきたところであります今後も廃炉 廃炉プロセスに全力を挙げて取り組むとともに、国内外に対する情報発信を強化してまいりたいと考えておりますあの総理に聞いたのに経済産業大臣、あれこれ言われたけど、要するに撤回するのかどうかについては全然話がないんですよ、いろいろ言うだけで。なぜ撤回するとはっきり言えないのか、福島県議会はこの収束宣言の撤回というのを強く求めて、二度にわたって全会一致で意見書を採択しております。一つは えー、昨年一昨年の12月の27日でありますけれども、えー、東京電力福島第一原子力発電所事故の収束宣言の撤回を求める意見書というのであるもう一つは昨年ついこの間12月20日でありますけれども真の収束の早期実現を求める意見書というのをいずれも全会一致で。 わが党も提案しましたが、結局は自民党提案のやつが全会一致ということになって、最後採択されております。その中ではこう言っております、政府が収束宣言したことは、当県の実態を理解しているとは言い難く、避難者の不安、不信をかきたてる事態となっていると、まあ、厳しく指摘しているわけであります、まあ。除染賠償をはじめとして、安全安心の福島県、これを取り戻したいと、これが県民の総意であることは言うまでもありません。 ところが、一昨年の終息宣言の後、政府の避難区域の見直しが進められて、東電による賠償打ち切りという動きも今進んでいると。総理が福島の再生に責任を持つというふうに言われるんだったら、まず、あれこれさっき経済大臣言ったけど、終息宣言は撤回すると、そこからはっきり言って、ちゃんとこれからのことをやるべきじゃないでしょうか。いかがですか、総理。安倍内閣総理大臣。えーまあ前政権においてですね、 まあ、昨年の12月に原子炉の状態を定量的に評価した上えレオ温停止状態の達成を確認したものであると、その確認において、まあ、収束という表現を使ったんだろうと思います。えー、私は、まあ、総理就任後、まあ、福島県にまいりました、で今、火災委員がご指摘をされたような、そういう、えー、住民の方々は受け止めをしておられた。えーまあ、未だにに、えー、帰還できずに 不自由な生活を強いられている皆さんとも、私は思いにかかってお話をいたしました、その中において、ですね原発事故が収束しているということは、簡単に申し上げられない状態であるというふうに私は認識をしております笹井君、まあ簡単に申し上げられないということでありますけど簡単にじゃなくて、どう言えないんだったら撤回だと私思うんですが、じゃあ、総理に伺いますが、まあ、あの総理就任後、直ちに行かれて、あの視察もされたので。 じゃあ現,場へ現在、福島第一原発どうなっているかと、先ほどまあルールステップ2とかいう話は大臣からありましたが、ちょっと端的に伺いたいんですが、じゃあ、福島第一原発からいまだにこの放射性物質が出ているのかどうか、これ、分かっているんでしょうか、総理。茂木経済産業大臣。 えー、通告を受けておりませんが、い、え、ま、ーあのー、だ福島第一原発、えー、高い放射の状態であることは間違いありません。西君じゃあ,あの、大量に使われている冷却水はどうか、しばしば冷却水の配管から水漏れを起こして、敷地内にある大量の水タンクもこれ以上置けなくなるために、東電は海洋に流そうとさえして、まあ、漁民の怒りを呼んでおります。 じゃあもう汚染水は出ないと言えるのか。それからメルトダウンした原子炉など原発施設が、まあどういう状態に、じゃあ今あるか分かってるのか。それが地震などで再び破壊をされて、さらに放射性物質がまき散らされたおさらいないのか。ここはもうはっきりしてるんでしょうか。これはどうですか。総理も実際視察行かれてると思うんですが。茂木経済産業大臣。 私もあの先日、福島第一原発、あの視察に行ってまいりました、えー、そしてあの4号機、えー、中に入ってです、ねまあ、実際の状況も確認いたしました、えー、相当あのです、ねえー、震災の影響を受けた状況というのは残っております、まあ、ご案内のとおり、1号機から3号機、えー、さらにです、ねえー、放射の状態、高いえ状態でありまして、 そしてこの燃料棒ではなくてです、ね、溶けたもの、デブリが残っている、この摘出する作業、これは相当困難を極めるだろうと、こんなふうに考えております、あの東京電力がこの廃炉を進めると、そういった中で、国としても研究開発をはじめです、ね、しっかりと 廃炉を進めていくということを進めていかなければならないと考えておりまして、補正予算におきましても、850億円、資金を用意いたしまして、こういった廃炉に向けたです、ね、研究開発、これを進めていきたい、こんなふうに思っております、さらに申し上げますとです、ね、この中長期のロードマップ、この進捗管理を行う上でも、それぞれの合期によって私はです、ね、あの状況というのはかなり違っております。 前政権では全体を見て何年と、まあ、こういった形でロードマップを作っておりましたけど、個々の日ごとにです、ね、どういった形で廃炉を進めていくのかと、こんなことも含めてです、ね、できるだけこの期間を縮められるようにと、こういうことで今、検討いたしているところであります細井君、まあ、放射性物質が高い状態にあると、そしてまだいろんな問題があると言われたので、修正性いとは言えないというのがはっきりしていると思うんですよ。 いまだに原子炉の内部にも近づけないと、そして冒頭の1号機の4階の問題もあります、4号機の燃料プールも大丈夫かという指摘も専門家らから、まさに収束していないと、はっきり言って当たり前だと私は思うんですよ。とこれが総理は、まあ、簡単に言えないという言い方をされましたが、その一方で昨年ですね、12月の29日に、まあ、就任後、初めて行かれて、そして翌日30日のテレビ番組で、まあ、あの答えられて発言されております。 新たに作っていく原発は、事故を起こした東京電力福島第一原発とは全然違うと。国民的理解を得ながら新規に作っていくと。第一原発は津波を受けて電源を確保できなかったが、福島第二お長などは対応したと。その違いを冷静に見極める必要がある。まあ、こう趣旨で発言をされております。事故の究明は終わったことにして、 原発の再稼働にとどまらず新増設ということになれば、これはもう原発推進施設そのものということになります。福島第一原発事故の全容もわからない。淡々に収束させていないっていうふうに言われているのに、津波が原因だった。その対策を取れば大丈夫なっていう認識で、新規に作っていくなんていうことをどうしておっしゃることができるんでしょうか。総理、総理の発言ですか。安倍内閣総理大臣。まあ先般。 福島の現地を訪れまして、いまだにふるさとに帰れない方々がたくさんいらっしゃるわけでありまして、十分に目処が立っていない、そういう皆さんの話を伺う中において、ですねもちろん新しい技術の開発、そして安全基準のいわば新たな安全基準の設定、そしてそれに対する対応能力等々も見極めていく必要もあるでしょう。しかしか えーまあ、そうした非難をしている方々の心情を思えば、ですねやはりこれはまあ慎重に腰、えー、を据えて、えー、じっくりと考えていかなければいけない課題であると、このように思っておりま佐々君、そうしますと、年末言われた総理としての東京電力の福島第一原発とは新たに作るのは違うということでの趣旨のあの流れの発言というのは撤回ということでよろしいんですか安倍内閣総理大臣。あのと、ま、き、あの,の発言においてはですね、 やはり冷静に考えていく必要があるということを申し上げたわけであってです、ね、いわば新たな技術の中において、解決するという可能性というものもないわけではないわけであります、しかし、同時にです、ね、やはり事故の結果についての検証も十分に進めていく必要もあるでしょうし、また、私が目にかかった人たちも含めて、被災をしている方々の心情も考えながら、考えていく必要があると。 現段階では思っているということであります総理君、まあ、事故の原因の検証を進んでないということも認めになった上で、まああで、慎重にと言われたんですが、私、やっぱり総理の口からですね、あの福島第一原発とは全然違うということが出ること自体が、私は本当に問題だと思うんです、率直に。国会事故調報告は事故は終わってないと、こう言って政府事故調報告も、国は引き続き事故原因の究明に。 主導的に取り組むべきであると言っているわけでありましてその立場とも違うんじゃないかといまだに原子炉の内部にも近づけずにどこがどのように壊れているのか津波なのか地震の一撃で配管が破損したのか原子炉の事故状態がどうなっているのかもつかめてないわけですよね要はそれなのにまあ福島第一原発は津波を受けて電源がと 強い事故になったというのは、想定外の津波のせいと、そういうふうに電力業界が一貫して主張してきた言い分と同じことになっちゃうんじゃないかと。どこが違うのかと。安全神話に陥って、原発をつくり推進してきた歴代自民党政治の反省が全くないんじゃないかと思うんですが、総理、いかがでしょうか安倍内閣総理大臣、えー。我が党が政権にあってですね、えー、安全神話の中にあって、 えー、原子力政策を進めてきたということについて、安全対策ということについては反省しなければならない、これはあの再三申し上げてきたとおりで、えー、ございます、えーまあ、しかし同時にです、ねまあ、事故の調査は、えー、厳格に進めていく必要もあるでしょうし、あるいはまた、えー、今後、まあ、そうした事故を克服できるかどうか、えー、科学技術においてで,す、ね、できるかどうかということについてはです、ねえー、同時にやはり、えー、これは 挑戦し続けていく必要というのもあるんだろう、またそれ,それについても検討していく必要はあるんではないのかと、このように考えております佐伯君、反省はやれたんだけども、私、安全対策の問題だけじゃないと思うんですよ、今、講談で言われた、事故を克服できるか、科学によってというのが、まだわからないわけですねで、原因は分かってないと、で,できないと、それはもう原発だめよって話になるわけで、そのまだや,やってる途中の話の段階において、 この原発、これからもみたいな話が出てくると、新しいものを作るとか、再稼働の話が出てくると、こんなことありえないと思うんです。私、総理がゼロベースで見直すとよくありますが、ゼロベースで見直すべきは、歴代自民党政権が安全神話に使ってきた原発推進政策そのものだと、この地震津波がある列島において、本当にありうるのか、科学技術からも原発を持っていいのかと、ありえないという,ようなことになってきているわけですけれども、 二度と福島のような事故を起こさないというなら、やはり私は政治の決断として原発ゼロと、直ちにやめるということをやるべきだということを改めて申し上げておきたいと思います。もう一つ、働く人の所得をどう増やすかというテーマについて質問したいと思います。安倍総理は経済制裁を、経済の再生を掲げて、日銀に言って、物価を2%上げようということで、今、政策を進めている。 そこで、この物価が上がれば、国民の所得が増えて、暮らしが良くなるのか、国民の最大の関心事だと思います、みんなそのこと、大丈夫なのか、本当そうから、物価が上がったら、働く人の賃金が確実に上がっていくという保障があるんでしょうか、総理。安倍内閣総理大臣。えーまあ われわれがなぜ、えー、デフレから脱却をしなければならないかと考えたかといえばです、ね、まあ、デフレ化にあっては、えー、物の値段が下がっていく以上に、えー、収入が下がっていくわけであります、つまり今までの、えー、経済財政政策、まあ、金融政策を続けていく以上です、ねえー、実は収入が下がっていく、まあ、事実、えー、国民総所得はです、ね、50兆円、これ、減少したわけであります。 年金においてもこれは物価スライドしていくわけでありますから減少していくわけであってですねこの状況を変えなければいけないという中において我々三本の矢によってですねデフレ脱却を目指しているわけでありますまあ現在えまあ金融の大胆な緩和という中においてえまずはこれは為替とそして株式市場に変化が出てきたわけでありますが企業が業績を回復する中において収益を 上げそしてその収益を上げていく中においてです、ね、これはいわば労働分配率がをまた考えていくという中において、人材に投資をしていく、そしてそれが給与としてです、ね、賃金の上昇につながっていくであろうと、このように期待をしております、まあ、事実、先般、ローソンがです、ね、2、3%あの、働き盛りの従業員の給与を引き上げると。 こうした動きがどんどん出てくることを期待したいと思います佐理君、物価が2%上がれば、平均的なサラリーマンの世帯で、大体年間10万円の近くも支出が増えると、すでに円安の影響で輸入食料品とか小麦とか、あるいはガソリンなども急増しているという事態であります、その上来年4月には消費税が8%と、踏んだり蹴ったりと、まあ、みんな持ってるわけです、本当に深刻に。で総理は今 企業の収益が上がれば、雇用と賃金上昇につながるというふうに言われましたけれども、果たしてそうなってきたかという問題があります。小泉政権から第一次安倍政権の時代の2001年から2007年、この平均的な、まあ、平均現金給与でありますけれども、年額換算にするといくらになるか、厚生労働省、2001年と2007年の額を答えていただきたいと思います。 厚生労働省大臣官房統計情報部長伊沢明君、えー、2001年の数字でございますね421万6千円、2007年が396万4千円でございます。西君、まあ当時この7年間の平均給与というのが。 420万21万6000円から396万4000円ですから、25万円も減ってるわけです、景気が拡大したとき、あのときそうでありました、そして円安も重なって、まあ、企業は軒並み最高の利益を出したで、あの当時も会議録、この委員会での会議録、改めて読み返してみましたが、安倍総理は予算委員会で、企業が利益を上げれば賃金は上がると、当時も言われてた。 そして今と同じように成長戦略その他やられてきたわけでありますけれども、それなのにまあ賃金は大きく下がってしまったと下がってしまったという事実はお見てもになりますね。安倍内閣総理大臣、まあすでに政府から答弁をしている通りであります。えー、問題はですね、ずっとこのデフレ化にあったわけでありまして、このデフレマインドの中においてですね、投資あるいはまた えー、労働分配率を上げていこうという意欲はなかったと、残念ながらですね、えー、それがあの大きな原因ではなかったかと思います藤井君、給与は下がってしまったということでありましたけれども、まあ、その事実を認め目なりました、じゃあ、一体その上がった収益ですね、当時最高の収益上げてたわけですが、この収益はどこいったんですか麻生、えー、財務大臣、基本的には、 企業は今巨大な内部流を抱えてていると思っております少なくとも東証一部上場企業の 43%4% は多分実質無借金経営になるぐらい自己資本比率はかつて20年前とは桁違いに自己資本比率を高めた常識ですと片井先生言われるとおり内部留保は本来でしたら賃金に回るか。 配当に回るか、設備投資に回るか、すべきものだと存じますが、それはいずれもその分はじっと貸し剥がし、貸ししぶりに備えてかなんか知りませんが、企業はじっと金利がほとんどつかない内部利用をずっとため込んで持っておられるという、この企業マインドが今、一番問題なんだと、私ども今回の経済対策をやるので、最大の問題はこの企業マインドだったと思っております。 今それが如実なんだと思いますが幸いにして株価が上がり輸出企業にとってはドルが高くなり円が安くなりとうとういたしましたんで企業にとりましては明らかに思わぬ利益が入った分が収益として増えるわけですがその増えた分が先ほどローソンの話が出ましたが企業の従業員に長らく迷惑をかけてきたんでその。 従業員の給料を上げようと言われる会社もありますし北九州なんかで言えば例えば安川電機も同じような考え方をはっきり言っておられますそういった企業もあればまだと思ったらここのところは我々が強制してやらせるというような分ではありませんのでこれは私ども共産国家じゃありませんのであの自,由主義自由主義国家ですからこれは勝手なことはなん言えませんのでそういったわけにはいかんのですしたがってちょっとそこのところはご理解いただいて企業がやっぱりこれは。 伸ばしてやらないか気給を上げてやらないかというような気になるかならないか、これはこれからの大きな流れだとおとりま細井君あの、共産国家って、なんかわけわかんないかった言われましたけど、われわれ何もあの強制してなんて話ないんです、後でもやりますけどね、やっぱり経済の理屈に従ってちゃんとやろうと、ちゃんとルール作ってやればね、できるって話をしてるんでね、あのいろんなことをこちょこちょ言わないがいいんですけどね。私 でもね冒頭のところはね、かなりあのそうかなと、そのとおり言われているということはあ,のあると思うんです、私、ちょっとあの出してみたいと思うんですけど、パネルは、平均給与の年額でありますけれども、これ、ピークは1997年でありますで、その時点を100としますとですね、えーまあ、企業の経常利益というのが、この、えー 青い線でやってるものがありますけれども、159ということで2011年まで、まあ、ジグザグあります、リーマンもありますけれども、全体としてこう上がってきているという状況がある、そしてその間に平均給与はどうかというと、この19 1997年100からずっと下がりまして15、15%も下がって、2011年には85というところまで来てて、まあ、額でいうと66万円も減っているわけであります。他方で今麻生大臣言われた 大企業の内部留保というのが、8えー、っとこれはですね、えー、この青い線の濃い方でありますけれども、185ということで、えー、っとあれですね、額でいうと120兆円もこの間に増えていると、で株主配当どうかといえば、ですねこの赤い方でありますけれども、これも地図差ありますが、100というのに比べて284ということで、大幅に急増しているわけであります。つまり 大企業は大幅に利益を増やしたのに、働く人の所得や雇用を減らして、まあ、それが内部留保や株主配当に至っているとで、もちろん企業によっていろいろ事情違うけれども、全体としてそういうことになっていると、こういうことであるということは、そうだと、改めてちょっと確認したいと思います、どうで先ほども申し上げましたが、えー、これ、まあ、デフレマインドがありますから。 まあ、デフレ化においては、まあ、実質金利は上がっていくわけですから、どうしてもキャッシュとして持ちたい、それが内部流法になっている、えー、ということだろうと、えー、思います、そのマインドを変えるのが我々の政策であって、それによってですね、まあ、先般、えー、先ほど申し上げましたように、えー、新浪社長もお、まあ、安倍政権の要請を受けて、2、3%上げていくということを、まあ、言ってくれたわけであります。まあ、先ほど麻生総理は、えー、我々は共産党でななないいからそんなここととを要求しないとこう,いうふうに 発言をしたんですが、ええ、あのそれはあの政権としては撤回をいたしますが、われわれは、われわれはです、ねま、来週、ええま、経営者の皆さんに集まって,いた,い,てです、ね、いただいて、デフレを脱却をしていくためにはです、ね、しかもそのスピードを上げていくためには、ええ、一日も早く、それが賃金、給与という形で、ええ、実際に実体経済に現れてくることが、まあ、一番早い。 わけでございますので、経営者の皆様にも、それはひいては企業の利益にもつながっていくわけでありますから、経営者の皆様に集まっていただいて、まあ、一時金という形でもいいですから、なんとかですね、この今、収益が上がる、あるいは可能性が出てきたことをです、ね、給与、あるいは賃上げ、また一時金という形で、協力をしていただきたいという要請をするつもりでございます。 まあ、総理も財務大臣もマインドの問題だと、気持ちの問題だと言ってるんだけど、それでデフレ起こったわけじゃないんですよで、そのマインドっていう要素がないっていうのは、そういう否定はしませんがね、しかし一番の問題は、共通して言われてるのはあの、厚労省の労働経済白書を見ても、ですねそれからかつて、その自公政権時代の経済財政諮問会議の委員をされていた、民間委員されていた吉川博さんという東大教授、最近もデフレーションって本書かれましたけども、この中でもね、言われている。 そして佐藤日銀審議員も最近言われましたけれども、要はその賃上げ、あるいは所得増なしにデフレ高いはできないんだと、もう吉川さんなんかはデフレの鍵は賃金だと、もともと賃金下がったからこうなったんだと、共通してやってるわけですよ、それをね、なんか気分の問題で、これを切り替えて収益上げるようにすればって今までも収益上がるようにしてなってこなかったわけですよ、さんざん。今までじゃあ、自公政権のときにはマインドの問題を無視したのかとそうじゃないわけでしょ。 あの自公政権なりに言ってたわけじゃないですか、それでもそうなってこないで、財務大臣言われたみたいに、全部内部料たまっちゃったんだという話になっているわけでありまして、そこのところをしっかりとです、ね、見ないといけないというふうに思うんです。でアメリカも EU も経済は好調どころか、もう経済一機の下でさまざまな矛盾を紛失してますけど、しかし、名目成長も働く人の所得もリーマンショックで減った後 回復して伸びているわけですよね。で、名目 GDP も、そして働く人の所得も増え回復できずに、減り続けているのは日本だけですよ。共産主義国家でもない、何でもない日本ですよ、資本主義国家の日本ですよ。それがデフレの最大要因になっているということであります。そしてそれを誰が作ったのかという問題が問われてくるわけです。そういう中で、賃下げに加えて非正規雇用が拡大をし、いつ職を行う失うかを知れずにですね、 自分,のが自分は大丈夫とは誰も思えないと、雇用不安は深刻になっているとで、企業の収益が上がっても、働く人の所得につながらないと、ここに問題があると、これ変えなきゃいけないというところに、なんでもっとちゃんとね、ズバッとね、焦点当てて取り組みやらないのかと、原因と責任、きちっと捉えないのかということであります。でそこがははっきりしないからね総理は今 経済界にも要請してっていうふうに言われましたけれども、じゃあ、伺いたいと思うんですが、財界大企業の方はどうかと、今、賃上げやらないって言ってるだけじゃなくて、定期昇給の凍結とか見直しとか、そんなことまで口にして、さらさら賃上げなんか考えてないということを言ってるわけですよね。総理はじゃあ、そういうその経済界、財界の立場について、この姿勢はおかしいなと、ひどいと、変えてもらわなきゃいけないというふうに思われ,思われますか。 安倍内閣総理大臣、えー、今、まあ、委員はです、ね、リーマンショック後の、まあ、米国と日本を、まあ、比較されましたその前、あナらもそうなんですが、特にリーマンショック後ですね、え何が大きく違うかというとです、ね、やはりこれは金融政策が決定的に違ったんですね。えー、アメリカは QE1、2、3というのをやった、しかし日本はやらなかったんですよ。ですからデフレマインドのままなんですよ。こデフレマインドを変えていくこと、ま、たくがマインドとおっしゃったけども。 これ、いかに大きいか、つまりそれによって今、インフレ期待は上がってるじゃないですか、0.7%まで来たんですよ。それはまだ実際にわれわれ補正予算も通していただいていない中において、金融政策を変えただけでですよ、金融政策変えただけで、どうなりましたか、為替は、株価はどうなったんですか、実際に効果が出てるじゃないですか。これ、ファクトですよ、これはいろんなことをごちゃごちゃ理屈を述べた人たちがいますが。 我々がやってる政策が正しいんですよ、今、ファクトにおいて。そしてまだ我々は政権にとって1回しか経ってないんですよ。1回しか経っていない中で、残念ながらまだそれは賃金には反映していない。しかし、その中においても、ですねでに先ほど申し上げましたように、ローソンにおいて、あるいは安川電機において、賃上げをしようこれ、3ヶ月前に考えられましたか誰にも思いつかなかったじゃないですか。つまり我々の政策が経済を変えてるんですよ。私たちは必ず変えていきます、必ず。 あの金融政策でね、日銀がお下げお金を吸っていけばね、よくなるって話で、これまでだって散々ジャじゃぶじゃぶやってきたわけでしょう、うそれでうまくいってこなかったじゃないですか。それでね、私、伺いたい、あのやりたいんです、個々の企業はどうかっていう問題じゃないんですよ、で、そういう中で、じゃあマインドの問題だって言われるけれども、じゃあ、過去の企業の中で上げるようにやろうかなって思ってるのがあるかもしれないとか言ってるけれども、しかし、じゃあ、経団連が、じゃあ、はっきり言ってる、賃上げしない。 そして提唱の見直しする、こういうことを明言して言っていると、経済団体が、これについては、じゃあいいことなのか悪いことなのか、はっきり言ってください。内閣総理大臣。私はマインドだけと言っているのではなくて、つまり金融政策を実際に変えるわけですよ。そして金融政策を変えることが、マインドを変えていくことにつながっていくんです。それが極めて大きいということを申し上げているのであって、そして、ただ金融政策だけでは、ですね実際に賃金が上がっていくまでには時間がかかりますから、 それなるべくそのサイクルを早くしなければいけないということで、われわれは経済界に要請をしていることであってです、ね、経済界にとっても、一日も早くデフレ脱却をすることは、彼らにとってもプラスですから、その意味においてです、ね、われわれはむしろ経済界に対して、えー、賃上げは全然しませんよという態度ではなくて、うんえー、むしろわれわれの政策に対して協力をしてもらいたい、まあ、つまり、えー、従業員に利益が出る。 という見通しの中においては、それを還元していただきたいということを申し上げていきたいと思っております加賀委員、これまでね、さんざん収益上がっても、この,の1997年から回ってこなかったんですよ、そこの問題でしょ、じゃあ、さらに聞きますけどね、じゃあ、具体的に聞いた日本経団連が2013年版の経営労働政策委員会の報告書でこう言っております。 これまで物価が下がって賃金は実質的に上がっていると。だから賃上げやらないと。こう言ってる。で、いくら総理がですね、収益が上がっている企業には、まあ、賃上げ求めてやっていくんだと。そして上がるようにしていくんだと言ってもですね、結局、この経営の側では、物価が下がっているから働く人の賃金、もっとも下げてもいいということまで今言ってるわけですね。さっき総理が冒頭に言われたように、あのー、物価が下がってきた。 理由問題のデフレに関連して、物価が下がる、そのものの値段以上に収入が下がっているということも言われました。つまり実際には、物価の下がる率よりもっとたくさん収入が減っているという状況にあるのに、物価が下がっているから、結局賃上げはいらないと、もっと下がってから大変なんですよ、暮らしは。だけども、下がる率よりもっと低い物価、あの、収入が下がっているのに、しかし、それについては、 物価が下がってるんだから、賃金や,や,なやらなくていいじゃないかと言ってる、そういう日本経団連のこの理屈については、これはおかしいなと、理不尽だなと、身勝手だなと思いますか安倍総理大臣。まあ、経団連は、まあ、経団連の考え方で、まあ、おっしゃっているんだろうと思います。今、えー、加西委員がおっしゃっているような状況を変えるために、われわれはですね、えー、今のわれわれ本の矢で、えー、デフレ脱却をお目指していかなければいけない、えー、とお考えているわけであってですね。 まあ、経団連のこのコメントについて、えー、私はそれについていいとか悪いとかコメントするつもりはありませんが、しかし私たちの、えー、希望としてはですね、希望としては、えー、経団連の方々にもおなるべく、えー、賃上げ、あるいは一時、えー、金でもおという形であっても、ですね、えー、従業員の給与が増えていく、えー、そういう、えー、対応をしていただければ大変ありがたいと思っています。まあその中において 来週、経営者の皆さんに集まっていただいて、そうした要請を行っていきたいと考えているところであります加君あの収益が上がったら、賃金に反映するようにしてもらいたいと期待してるって言われるわけでしょ、しかし、経済団体で最大の経団連が、ですねそういうことを言ってるのは逆のことを言ってるわけですよ、賃上げはしませんと、提唱も見直しますと、そしてこれまでさんざん物価が下がってるんだから、もう賃上げいらないんだっていう話までしているという状況になっているということに対して、 総理が言われていることと、少なくとも総理の理屈で言えば違いますけどね。そうですよ、就業は大変ですよ、雇用だって本当にリストラどんどん進んでるわけですよ、こんな状況になってるわけですけど、そういう時に、今、内閣をやろうとしてること違うんだからおかしいじゃないですかと、ここでおかしいっていうふうなことは言えないんですか、コメントする立場にないってどういうことでしょうか。だって、そこはね、どう思うんですか、じゃあ総理安倍内閣総理大臣。今 葛西委員がおっしゃったあの状況というのは、今までのトレンドなんですね、こういう、いや、今までの状況を変えよう、今までの状況というのは、物価が下がり、それ以上に給与が下がっていくという状況があったんですよ、その中では、実質金利が上がっていきますから、キャッシュでもと、こういうことになっていくんですね、投資もしなければ人材にも投資をしない、どん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 ,どん縮小してきたんですよ、まあ、だからこそ私たちは思い切った政策を行っていく、そして先ほど葛西委員がおっしゃった、 10年間いろんな、えーまあ、状況についてです、ね、賃金も上がらない、そういうことをおっしゃった、それは事実ですよ、しかし事実だからこそ、私たちは何が足りなかったか、それ何が足りなかったかといえば、思い切った金融緩和なんですよ、金融政策が違ったんですよ、だからこそ私たちはそれをやった、えー、まだ政権ができて1か月ですから、これ、そう簡単にまだ給料は上がりません、まあ、しかし、さまざまな指標において、いい兆しが見えてきたのは事実です。 その兆しを見て、何人かの経営者は、それだったら答えていこうということになったんですね。そういう人たちがどん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 増えていけば、それは連鎖になっていってます。こういういい循環に入っていくように、われわれも努力をしていきたいと、このように思いま佐伯君、総理が言ったって、相手は答えてないんですよね。で、収益上があったってやらないって言ってるのが経団連ですからね。で、そのときに、その時に、身勝手な主張を許して、日本中の企業が個別例外があるかもしれないけど、一斉に審査げやっていったら、 国民の所得がもっと減って、消費と需要を減らすというもデフレがもっとひどくなるわけですよ。それで、マインドの話と金融政策の話、一生懸命されますけどね、じゃあなんでこんな賃金下がってきたのかと、もとはといえば、経済界が収益上がっても、とにかく賃金に回さないという意思を持ってたって問題と、それから、賃下げ進んだのは歴代自民党政権が、大企業のリストのと賃下げの話しにしてきたと、私も何度も言ってきましたよ、その問題。 麻生総理大臣の時にもやってきました。そして、労働基準法や労働者派遣法だどあいつを解約してですね、規制官はどんどんやってきて、そしてどんどん収益上がっても賃金に回さないと、内部分貯めていくっていうことをやってきたんじゃないですか。そのことによって、結局働く人や国民が収益が、あの、所得が減って、所得が減ったら消費が減るんです。そしたら需要が減って、そしたらもっと企業だって、 生産できなくなるということになります。鉄道に回らない。そしてますますデフレがひどくなるっていう悪循環になってきたと。だからさっきみたいに、厚生労働省の白書だって、吉川さんだって、日銀の、あの、委員の方だって、今やっぱり鍵は賃金だと。賃金上げること。あるんだからと。それやることによって切り替えていけば。そしたらいや、好循環になるじゃないかって話してるわけですよ。なぜそれやらないかっていう話がね、全然やはり、 これまでの政策に対する分析と、それから原因のやっぱり深い反省っていう問題がないということを私は強く感じるところであります。で、私は先ほど見たみたいにそれから麻生福祉総理も言われました。まあ、これまでまあ働く人の所得を減らして、まあ、企業が内部留保を貯めてきたということがあった。で、私はすでにそこに、つまり、あの、強制とかいう問題じゃなくて原資があるじゃないかと賃上げするのに。 これから新たにやるっていうことを手をつけるってやろうといつになるか期待してるって総理言われるけど、いつになるかわからないっていう状況になっている。それに対してすでに、働く人や中小企業は一生懸命頑張ったけれども、それが賃金や下請けの単価に回らずに、企業の内部リーフを回ってきたと、麻生さん先ほどおっしゃいました、副総理。おっしゃったようなこと、そこのところに着目してやればいいじゃないかっていうことをもっと考えるべきだと思うんですよ。これまで反省だったら。そこで麻生副総理に伺いたいんですが、 4年前の2009年の1月の9日でした、この予算委員会で、副総理、隣の席に座っていらっしゃいました、そして私、質疑をいたしまして、企業の内部留保を活用した雇用確保の問題、これについて私と議論をいたしました、覚えていらっしゃいますか。麻生財務大臣ご期待に応えるほど、記憶力よくありませんので、もう一回言っていただくと助かります。 葛西君、いや、そういう質疑をしたということについて。麻生大臣。片谷先生、あの先生とこの人の話をよく。自由主義経済が分かっておられるなと思って、すごく回収して、前々から言われてまたんです。葛西君。われ市場経済っていうのを重視してますから。そこのところは、全然そういう意味では、議論と、考って当たり前です。市場経済を通じて。その先行こうって話をしているんです。で、あの時に。私の質問にですね。 私の質問に、内部留用の質問に、当時の河村官房長官は、積極的に経営者団体を通じて要請をしていくと明言されて、麻生総理も当時、重ねて言わないといけないと要請する考えを表明されました。私は今こそですね、つまりマインドの問題とか、これから収益上がったら行くように期待するっていう以前にですね、企業内部にすでに眠って余っている、この資金を賃上げ雇用確保などに、 えー、きちっと使うと、経済に還元すると、まさに必要じゃないかと思うんですけども、どうですか、その点。賃金、もちろんです、また内部留保の部分が企業の設備投資に回るということは、経済の規模が大きくなることになりますんで、設備投資に回る、これも大事だと思っております。配当もちろんですその3つ に全く行かないで内部留保が増え続けたというところが今回の中で一番問題なんだと思いますがなぜそうなったかと言われれば多分、度重なる債務超過という状態が続いていた。 なんでなぜ、内部ちょあ、すいません、なぜそんなに債務超過が増えたかといえば、それは完全に資産がデフレーションを起こしたからです。株価が3万8000円がただの7000円8000円に下がり、土地も15%まで下がり、等々で、資産が暴落したために内部、企業としては債務超過という状態を、 2003年4年ぐらいまで抱えておりましたんで企業はずっとその間はもう貸し上がし貸しぶり対抗するために内部留保をためにためたというのが多分企業経営者のマインドだったんだと思いますそれがずっとまだ続いたそれが今回政策が大きく変わったことによって少し動き始める状況になったというところなんでただご存じようにタイムラグが必ずありますんでこあの 賃金が一番最後に回ってきますんで、その差をなるべく縮めるという努力は今後ともし続けなければならんもんだと思っております。宗ま君、あ。賃金のために内部留保必要だというふうに認められました。で、まあもちろんそれ以外にということで、設備投資もなこと言われましたが、設備投資するためには事情がなきゃダメですから、で、需要が伸びるためにはやっぱり給料が分かんなきゃダメなんですよ。で、いう点で言うとですね、やっぱりそこのところであるし、タイムラグといえば、既にあるものを使うというのは一番早いわけです。そこで、大企業の内部、 大企業の内部留保でありますけれども、この14年間で120兆円も積み増しされて,て、260兆円にも上っております。でパネル2ですけれども、われわれちょっと調べてみたんですね、連結内部留保を500億円以上持っている企業グループ、700まで調べました。約700、試算してみると、内部留保の1%を使えば、つまりいろんな貸し剥がしとか言われましたけど、1%ですよ、1%使えばほとんどの企業で賃上げができて、 月額1万円の賃上げができる企業というのは約8割になります。それから、従業員数でいうと、えー、約7割が1万円月額賃上げできるんですね。ほんの一部でできると。こういう性格だということは、そのとおりと思われますか。麻生財務大臣 その数字がどれほど正確なものか、河西さんが作られたんで、私もそれを裏付けるものがありませんので、それをそのままだという前提で、それが間違いない数字だという前提でしかお答えできませんが、それがそのままなのであれば今った、今言われたようなことができる条件に企業側はあるということは、確かとます最後まあ今、今日議論してきましたけれども、私たち、この企業が内部留保の一部を使って、 今すぐ賃上げすることができるようになると。で、そのために政治が何ができるかと。で、私たちがですね、日本共産党が内部留保の一部を賃金などに活用すればいいというふうに言っているのは、何も強制しろってやれっていうんではないんですよ。先ほど麻生さん言ったけど、我々強制なんて考えてないんです。そうじゃなくて、経済の理屈でやってきゃいけいんです。何も大企業の中に手を突っ込んでですね、経営の中に。そして、お金を取り出して国民のために使えっていうことを言ってんじゃなくて、 それぞれの会社が、自ら雇っている労働者や、下請けの給料が上がるために使うように、政治がルール作ろうっていうことを我々提起してるんです。何かというと、人間らしい暮らしを保障するっていうことで、我々提案三つです、日本共産党。一つは、労働者派遣法の改正で、正規雇用を原則にすると。二つ目に、最低賃金を時給千円以上に引き上げて、 全国平均で今、729円ですけれども、制度として、中小企業には国が手当てしながら引き上げると。そして、公正取引で適正な下請け納入単価を実現すると。そういうことをきちっと政治が決めればですね、企業が内部留保を活用して、自らの労働者の賃金や下請けに対して払うことができると。まさにこれこそやるべきだと。ましてこんなときに、消費税増税なんかとんでもないと。それこそきちっと政治の役割をやるべきだということを申し上げて、質問を終わります。 これにて笠西君の質疑は終了いたしました今日はあはご覧いただいてありがとうございました総選挙の後政権交代ということで最初の予算委員会の質問と冒頭でする機会がありました民主党政権に変わったときにも鳩山首相に対して最初の予算委員会の質問だったんですけどもやはりあの政権交代の後の最初ということでどういうテーマで今やるべきかということでいろいろ考えました そういういい中で原発問題は絶対に欠かせないと、特に質問直前に、えー、福島第一原発事故のお調査をめぐって国会が設置した国会事故調査委員会のお現地調査にあたって東京電力が妨害していたとこういうニュースが飛び込みましてこれは絶対にやらなければということでこの問題についてまず先端を開くということでやりました。 この問題で言いますと、本当にあの,あの事故のあと、いまだに16万人の方々が避難している、そして大変な状況で、えー、福島の原発事故は収束していないとみんな思っているのに、収束宣言をした以降、やっぱり事故の問題どうそのものがどうかと、福島事故はどうなっているのか、その問題、いろんなところでも聞かれるものですから、まずその出発点のところでどういう認識なのかと、安倍首相が自身が、えー、収束したとは簡単に言えないと。 だったら撤回せよというところから質問もするということでありましたもう一つはやはり何と言っても今暮らしをどうするかという中でのこのデフレを脱却して働く人の所得を増やすにはこの問題についてこれまで実際にじゃあ企業が収益上げても賃金は下がってきたこの問題でも提起した中であのむしろ私の方から言う前に麻生副総理がそれは内部留保がたまってたんだと いうことも、あ、まあ、答弁をする状況の中で、ある意味、かたあの噛み合った形で、原因論、責任論のところをしっかり我々や,やりながらと思いましたけれども、あの、じゃあ今何が政治がなすべきかということが議論ができたのかなかと思っています。えー、委員会室、与野党席から、随分その辺ではあ、声も上がるという状況の中で、しかし終わった後、私の通後の質問者に対して、えー、甘利大臣が、 先ほどの議論聞いてて、葛西議員のデフレの悪循環についての説明、話は説得力があったと、まあ、認めざるを得ないということもあったので、やはり大いにわれわれ、今どうやってデフレから抜け出すか、そして暮らしを良くしていくか、この問題については、事実を明らかにしながら、そして何が必要かというわれわれの政策も大いに訴えて、頑張っていきたいなと思います。今日は本当にありがとうございました